スターランドアイラは、鹿児島県アイラ市北山に位置するアイラ市立の天文台である。アイラ町は、鹿児島市のベッドタウンとして発展し人口は増加していたが、北部山間地帯では人口が減少し、1988年には、北山中学校が閉校となった。こうした地域の活性化策の一つとして、天文台の設置が計画された。北山中学校の跡地を利用した。 野外研修センターの北側にある標高283メートルの丘の上に建設されている。1992年8月28日に着工し、翌年3月23日に完成。さらに周辺整備事業を行って7月20日にこれも完成し、1993年7月21日に開館した。スターランドアイラの名前は公募され、 アイラ町内の中学生と小学生が同盟で応募した者が選ばれた。またロモマークは吉田町の人が応募した者が選ばれた。1996年10月1日に彗星の発見で知られる百武雄二を館長に迎えた。百武は在任中の2002年4月10日に休成し、その後2003年4月4日に館の前に 百滝を記念する財関記念碑が設置されている。4611平方メートルの敷地に、鉄筋コンクリート3階建てのべ床面積471.06平方メートルの建物を備える。総工費は2億6463万4392円であった。開館当初は20センチメートル空出式望遠鏡とゲイティ型プラネタリウムを備えていた。後に、 望遠鏡は更新されて40センチメートルカセグレン式望遠鏡となっている。隣接地には国土地理院の超長期戦電波干渉法のアンテナが設置されている。ありがとうございます。